めっちゃ苦戦した気がする。いや、こういうのは魔王戦でやらしちゃダメだよ。うん。至って単純。相手のビットをゼロにするだけでいい。ただ、呪われた装備で全身を積み、勝つと。そういうことか。あー、主人公使うのか。あれだ。多分呪いの三部具使わせんのね。それでゼロにすると。あー、これは、また。ねえ、相手のヒットボードゼロにするだけでいいのじゃないよ。相手ゾーマじゃんか、相手。ねえ、相手がゾーマなんだけどね。相手ゾーマなんだけど、ゼロにするでいいのじゃねえよ。ゾーマに勝つんじゃんか。おいおい、嫌な予感がすると勝手に決められんのやろ。バトルマスター、呪いの三部具。なんや、このパーティーは、おい。勝たせる気あんのかよ、これ。信じられんパーティーを使わせるな、おい。おい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 、ほら、魔人の斧と、呪いの三部具で行かせる気か、俺に。やだ、こういうの。こういうのはね、だから、動画前はするんだけどさ、そのさ、パーティー的に大問題だぞ、これ。え、こんなんで勝てん、勝てっていうのが、おい。え、これで勝てっていうの？いや、ゾーマは死ぬほどやってきましたけど、そりゃ。僕、死ぬほどゾーマ戦いましたけど、え、これはきつくないか、それでも。それでも俺これきついと思うんやけど。どうしようかなぁ。こうかなぁ。主人公が動かないんだもんなぁ。あ、動いた行くぜ大切だ当ててくれいいねぇ。呪いによって動けないと勇気もたまんねえしなぁ。そっか、これキングオブプレスか。そうだ、天罰とキングオブプレスか、お前は。なるほどね。で、疾走雷ズキ行くぜ。はい、そうか、結構仲モンスター有能っちゃ有能なのか、弱点をつけるから。あああでも耐えそう、なんか耐えそうだな。あ、でもなんとかなりそう。メタキンは食らわないし、ラクランは呪文耐性でなんとかカバーできるし。オッケーオッケーオッケー、めっちゃいいじゃん。で、ここは2ターン目は絶対マジックバリア安定。もう1P でも 2P でもね、マジックバリア安定しますから。で、3ターン目で翼をしないといけないというね。翼をしないといけないんだもん。翼蹴りが問題でなぁ、この。翼蹴り合いがちょっと僕にとってかなりの。天罰！いいね、結構出るんだね。あ、やたら動くね、今回。大切弾を、はい、オッケー。意外と動くんだな。で、マヒアドでしょ。2段目は魔法がためるですからね。絶対マジックバリアが安定します。で、次のターン飛ばせりをしないといけないっていう状況下に追い込まれました。まずシャゲス、モンスターマスター苦手なんで、モンスターマスターがいいんだよ。モンスターマスター苦手とか、今まで俺のプレイ何だったんだよ。行くぜ、山殿。オッケー、しっかり当てればいける。で、それで、つばぜり行こうか。つばぜり行くしかないからね。するしかない状況やでね。とりあえずこれで行くか。ドン、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 ここ行きますか。つばぜり合い。得意っちゃ得意ですけど、連打は。なあ、こうだもん、これがあるんだもん。それでも負けちゃうんだもん。連打してでも負けんだよ。つばぜり合い負けると一気にきついから嫌なんだよな。いや、マジでさ、もうモモスでやらせてくれや、本当に。ある程度適当なモンスターでもいいからさ、指定したモンスターマスターロールスキャンだけさせてさ、それでモンバスでやらせてくれや、マジで。もうつばぜり合いが絡むの苦手なんだよ。言わせてもらうけど。一人プレイの主人公はやる気にやんねえんだよ、俺。本当にモンバスでやらせてくれや、本当にこういうの。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。
チームに命令を与えるのだ。幸先よく先制攻撃。おい、おい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 、なんかいろいろと最悪の展開なんだけど、もうもう何これ、ダメ、誰一人ダメージ与えてねえじゃん。うわ出た、2回行動かよ。はい、ソーラン、スニャー、あとは、ま、あとあと、あと当てろ、当てろ、何をしてるんだもん、外しすぎだって技ねえ。いやほら、ボタン目じゃん、外しすぎなんだよな、今度はもう。なんでまあさ、呪い装備で魔王に生かせるのかね。よう出るな、会心な、動いてくれ、主人公、主人公動かんと無理や、これ。主人公が動いて勝つ魔人斬りを2回連続やってなるかもしれないっつった。あ、ダメ、もう、はい、もうダメ、はい、もうダメ、もう。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。負けても引かぬ玉でいけるか。相手のテンションが上がった、アイテムはまるで動けない、白熱のバトルです。つまぜり合い発動、勇気を込めるのだ。勇気の力、
まだまだ戦況が読めません。スペシャルカード発動。よし、630読み通り。あと2体はちゃんと当てるんだ。リテハじゃなければいい。リテハがまずいな。そうか、5ターン目のリテハが怖い。普通に攻撃しちゃったら勝てない。空高く槍を投げつける。よし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 、リテハ来たら、リテハ来たら負けやで。リテハ来たら負け。リテハ来たら負けるな。おっしゃ、あー終わったもんな。終わった、勝ったー。主人公一回も動いてねえじゃん。勝ったー。もうもうなんなんこれ、ミッション2だったんね。主人公一回も動かなかったけどね。ああ、まあ勝ちは勝ちですよ。よかったー、長かったー。もう録画時間すげえ、この一つだけで。最終的に行けたのは最終的に行けたのは主人公一回も動かないっていう。何も面白みねえぞこれ。多分ここだけ映しても、ちょっとここだけ映しても何の面白みもねえじゃねえかよ。ちょっと嘘でしょ。まあ一回勝ったしね。ああ、だから止めた気に頑張ったよ。ああ、ああ、呪いそびてる結局何だったんだ。見せることすらできなかったな。